ました。落語、令和落語ですね。あの奈々子さんとか、ね、あの出てたやつです、あれです。そして今回も奈々子さんと一緒に落語ができるという、会えるという、嬉しい。そう、しかもね、私が出演するのは5日と6日なんですけど、誕生日の前日でございます。もう誕生日まで私は頑張りますよ。はい、いやー、こうやってね、落語をね、選んでもらえるのもなんか皆さんのいつも、ね、プッシュのおかげなので、はい、でまだ台本とか来てないんですけどね。でも今回、まあ、あの落語、まあ、舞台のそう経験とかも全くなかったので、ほぼね、すごい私は昔から演技のお仕事に挑戦してみたいっていうのはずっと言ってたので、はい、とっても嬉しいです。そうだね、21歳最後にとってもいい思い出ができそうな予感です。いや、ぜひ5日と6日、なんだっけ武蔵野なん芸能劇場だったのかな、ちょっと私もどこにあるかとかわからないんですけど、そう、三鷹ってとこらしいです。本当に皆さん来てください。もう私いつもぜひ来てくださると嬉しいですみたいな言い方するんですけど、もう落語はめっちゃ来てください。もう皆さん来てください。頼みます、頼むから来てください。応援してください。もう私初めての落語で、もう何も右も左も分からない状態で挑むので、本当に緊張してます。うん、緊張してるし、なんかこう舞台に立って多分七海推しの皆さんの顔があるとすごく安心すると思うので、本当に来てほしいです皆さん。5日と6日です、5日と6日です。11月の5日6日です。来てください、ね、めっちゃ盛り上げてくださると嬉しいです。はい、もう怖いですよ、緊張してる。一人で舞台に立ってね、え、もうどんな感じなのか想像もつかなくて、私にできるのか務まるのかとい う不安で不安しかなくて、そう、頑張ります。そうよ、誕生日の前日なので、もう皆さん本当に来てください。お願いします。そうね、あの同期も、まあ、同期やドラさんやら、ね、落語に挑戦するメンバーも多くて、私もそれに次いで、はい、今回落語に挑戦することになりました。とっても嬉しいです。いや、こうやってなんかステージでね、経験を積めるのはとってもありがたいことなので、選ばれて、とっても選んでね、いただけてすごく嬉しかったです。そうよ、なんか今までさ、まあ、みんなね、出演してきた落語に出演してきたメンバーの台本とか 見たんですけど、もう分厚くて分厚くて、台本の分厚さよって思って、本当にすごくて、そう、みんなよくやってるなって私思ってたので、今回ね、自分がやることになって、もうただただ今は不安しかないです本当に。そうなのですけど、でもこれはとってもいい経験になるはずなので、すごく楽しみです、嬉しい、うん、ね。でね、そう、本当に今月にはもう台本を覚えて、はい、あの稽古に臨みたいと思ってますので、うん、頑張ります、うん、緊張するね、え、きっとファンの皆さんも斜め押しの皆さんもとってもびっくりしたと思うし、私も一番びっくりしたし、どんな感じになるのかもね、すごく想像もつかなくて
ね、いろいろ、まあ、同時にいろいろね、まあ、ツアーもあったりとか、いろいろ続くんですけど、一つ一つのことを頑張りたいと思ってます。落語挑戦してみたいって思ってたんですけど、そう、挑戦できることになってとっても嬉しいです。はい、そう、ずっと言いたかったんだこの話。そうそう、で今日解禁されることになって、そう、しかもツーショットのね、ツーショット中だったから、まあ、ちょうど休憩時間ではあったんですけど、めっちゃ嬉しかった。いや、私ね、あの落語決まったのが、発表されたのが18時だったんですけど、ちょうど5部と6部の間の休憩時間で、そうで、私一回めっちゃ恥ずかしいんだけど、なんか落語決まってすぐくらいに、あの私自分のレーンに行ったの、みんないるかなと思って、みんなに報告しに行こうと思って、私のレーン、自分のレーンに行ったんですよ。そしたら、あの休憩中だったからお客様を入れてない時間で誰もいなくてそうそうそう、泣く泣く戻りました。そうよ、そうそうそう、でも6部7部で皆さんがすごいね、あのたくさん祝ってくださったのですごい嬉しかったですし、あの行くよ、絶対行くよって盛り上げるよって、そう言ってくださったのですごく嬉しかったです。はい、そう、みんないなかったみんなに決まったよって言おうと思ったら誰もいなかったそう、でもね、皆さん今日はありがとうございました。ちょっとやばい、目が、あのね、乾燥してね、やっぱりあの会場にいると目薬をつけます。目薬タイムです、皆さん目薬つけます。本を潤った、ただいま、目が潤いました。そう、コンタクトね、外せないの、まだやることがあるから、そうそうそう、あ、ミラーボールありがとう、嬉しい、私がいない間バツナギでミラーボールしてくれたのでありがとう、バツナギミラーボールでした。そう、でもまた一つね、あの七海推しの皆さんに嬉しい報告ができてとっても良かったです。はい、そう、今日も楽しかったな、ツーショット。暑かったね今日みんな大丈夫でしたか、今日来てくださった皆さん。めちゃくちゃ暑かったですよ、もう私もね、暑って思いました今日は、さすがにそう、汗止まんなかったわ、でもね、今日も皆さんが来てくださってとっても幸せでした、嬉しかった。今日もね、あの当日、今日はね7部が完売してて、 それ以外は当日券使えたんですけど、そう、当券でもね、皆さんたくさん会いに来てくださって、券取ってるのにさらに当券をね買い増してくださる方もいらっしゃって、すごかった、嬉しかった。実は私太ももに冷えピタ貼ってましたでさ、あのさ、そうだ、あの七分終わりの皆さんお見送りしてくださったじゃないですか、今日もありがとうございました。そう、レーンの外でずっと待っててくださって、七分終わりで、七分終わり挨拶して、私履き方めっちゃキモかったでしょ、歩き方気づいたかな。そう、履き方がめちゃくちゃ気持ち悪かったと思うんですけど、あれは太ももの冷えピタが取れそうになって、やばい、これ取れたらここでボソって冷えピタが落ちて変な感じになるって思って、そう、あの冷えピタ抑えながら、そう、帰ってました。そう、みんなに笑われたから最後、あ、これ絶対変なやつって思ってるだろうなってみんな思って、そう
足つってる感じ。違うの、あれ冷えピタ押さえてたの、落ちないように。なんかさ、スカートだったじゃん私今日。スカートの中からさ冷えピタボトって落ちたらめっちゃ変でしょそうだから冷えピタ押さえてた。あ、だるまさんありがとう。そうそうそう、あれはね裏話でした。めっちゃ恥ずかしかった。みんな絶対そう変な人って思ってたよね。あれは違うの、ああいう気持ち悪い動きになってたのはしょうがなかったの。冷えピタがそう取れそうだったの。だから冷えピタ抑えながらそうあの帰ってたんだ。でもみんなありがとう、今日もお見送り、うん、それはそれでウケるでしょ。ウケるよね確かに。いざとなったら投げつけて、ダメだよダメ、落ちなくてよかった。そうだよ、落ちなくてよかったよ、うん、平常運転と思ってました。やだそう暑かったからさ本当に。いや見たの方が暑いよね。でも私はさ全然暑かったけど、うん大丈夫。みんなの方が暑かったからさ、きっとたくさんね並んでくださって、そう当日券もめっちゃ並んでたみたいで、今日もそうそうみんなありがとう。あとはねやっぱ嬉しいね、お見送りしていただけるの。マイボー終わりね残ってワイワイってやってくださるのもう愛だなって思った。タワー来たんだけど、ね、ありがとうね今日、今日ラスト鍵ラストのありがとう、7部ラストありがとうねよかった、うん、でもね今日はね、今日はね何度も浮気シーンを見かけましたあなた。までもいいですよ挨拶だもんね。タワーありがとう、よかった。落語祝いかな、ありがとう、うん嬉しい。タワーありがとうございます。そうよ、私さたまにねこうまあレーンで人が途切れた時にあのレーンの外覗きに行くんですけど、えやばい、田辺先生が誕生日なのに来てくださってる。みんなお祝いの準備 OK？ 行くよ、せーの、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、ハッピーバースデーリア。最初はラーメン帽子だったのにいつの間にか NGT 推しになって、最近は48グループのみならず、うん、いろんなアイドルさんメイドさんとかを好きになっちゃって、もう誰が推しだかわからない田辺先生。ハッピーバースデートゥーユー、これからもよろしくお願いします。みんなもおめでとうございます、お祝いしよう田辺先生おめでとうございます、いつもありがとうございますみんなお祝いはい、田辺ちゃん神吉、こんな名前長く言ったのに神吉でした、よかった、うん、田辺先生はね誕生日の今日も締め切りに追われてるんだろうなもう斜めしか見えない。ねえそれ今日の私のツーショットのスケッチブックじゃないですか、なんで知ってるんですか田辺先生、なんで知ってるんですか私の今日のスケブの内容あ、今度のスケブ、今度のツーショットのスケブに神推し追加しようありがとうございます、うん、でも今日は本当にツーショット幸せでした。もうこんなにね嬉しいですね、なんかフラフあるってすごく嬉しいですね。なんか、まあ、メンバーもねみんな会えるし、
まあ、ファンの方ももちろんね、もう一日中一緒の会場で楽しめるし、メンバーにも会えるし、ご飯も、まあ、ケータリングも2回食べられるし本当にね、皆さんのおかげでこうやって7部でやらせていただいてるので、ちょっとこれからもずっと7部でフル部で頑張っていきたいので、皆さんまだ来たことないよって方もぜひ来てくださいね。私のおしゃべり会またはツーショットとっても楽しいので、本当に、うん、とっても楽しいですよ。そう、はい、なので推し編したらすぐ分かっちゃいますかね私うん、ありがとう。じゃあ今日は15分経ちましたので、はい、ここら辺で配信終わらせていただきます。ありがとうございました。頑張るね、ちょっとやること終わるかな私心配すぎる。ありがとう。今度はい、皆さん来てくださいね。ありがとう、みんなおやすみなさーい。